いつもこの YouTube チャンネルにアクセスしていただきありがとうございます。えー、っと、今回もまた質問が来てたので、えー、まあ、質問というよりはですね、感想に近いんですけれども、気になったコメントがあったんで読んでみたいと思います。えー、たやこーちいつもありがとうございます。ありがとうございます。えー、たやこーちのおっしゃるように、ものの価値が軽くなってきている風潮が見られ、 えー、最近すううことですねで、えー、自分自身音楽が好きなんですが好きなミュージシャンの曲が使い捨てのような状況に軽く扱われていることがとても気になっている昨今ですと、えー、大切なものであるで価値のあるものはもっと大切に大事に扱われるべきだと思うのですが、えー、どのように考えていけばいいでしょうかと。 でまたあ、そうですね、えー、昨今、損、う、得、ん、という基準ではなく、自分独自の価値基準も、うん、作っていきたいと思います、まあ。コーチングを通してですね、そういう価値基準を新しく作っていきたいと思います。ということで、まあ、前回あの、オンラインコーチング講座に参加していただいた方ですね。えー、っとこうあの、やっぱり世の中すごく、うんまあ、激変しているというふうに言えると思います。 それは皆さん気づいていると思いますけれどもねもねう数年前にこれだけスマホが、えー、っと広がって電車に乗ったりとか地下鉄に乗った瞬間にみんながもうスマホをこうチェックしている状態っていうのがそういうような時代が来るっていうのは、えーまあ、予想してた人は一部いるのかもしれないですけどもここまで一気にですね あの広がるってことは想像できなかったなとでまあそういう時代の流れっていうのはいきなりもう変革っていうのは一気にこうあのなんていうんですかねまさに一瞬にして短期間に激変が起こるとそういう起きたら今度はそ,のそれ以前の状況がもうほとんど思い出せないくらいな状況になるわけですよね。まあ、携帯電話がない時代にどうやって えーと待ち合わせをしたんだろうとか <laughs>、そういうことってもうすでに思い出せない状況になっていると思います、特に若い方は、ですね携帯、インターネットが当たり前な状況で生まれてきていると思うので、物心ついた時には、インターネットがあり、パソコンがあり、で携帯があり、で最近でいうとスマホがあるという時代になりつつあるのかなと。でそれ前提にですね物事の まあ例えばビジネスで言うとビジネス環境もそれを前提に再構築しなくてはならないしさまざまな制度仕組みを変えていかなきゃいけない中ですねなかなかあの旧態以前の、うん、特に大きな組織、まあ、国もそうですけれどもね、えー、とそう大きく舵を切ることがなかなか難しい状況をいろんなところで垣間見ることができるという状況だと思います、えー、まあまあ今日もですねたまたま まあ、プロジェクトの関係で、えー、っとある、まあ、方とですね社長さんとお話をしてて、えーっとうん、インターネットの指摘によっていろんなことは変わったけど例えば一つ取ってみても、えー、っとネット証券が出てきた時っていうのはあのほとんど大手証券はそこに、まあ、抵抗してというか。 あのそんなのはあの、ねえー、ネットで証券株を直接買うなんてことはそんな時代が来るわけないということで大手証券をはじめですね、えーまあ、新鮮の証券会社は、うん、全くこうスルーしてたというか無視してた状況。 で、徐々にですね、それが広がっちょっとずつでも広がってくると、やっぱりネットの口座を開設できるようにするみたいなことはあったものの、えっ、ー、と、そう一気にはやっぱり大手の、その、実績のある大手証券会社は、あんまり動けなかったというあの事実がありますね。で、今となってはもう、もう何年も経ってますけどもね、えー、何年も何年も経って、そういうのが当たり前になってきてる中で、えっ、ー、と、個人が株取引を、 するのにネットで口座を開設しそこでえ日々自分であの買った売ったとかってやることが当たり前の時代になってもちろんもう大手証券会社もそういう仕組みをネット証券と,のとしての仕組みをきちんと揃えるところまで来ましたけれどもやっぱりえっと時代は多少あのー まあ一気に動くんだけれども大きい会社がそこに乗るまでにはやっぱり相当な時間がかかっているという例えばそういう事実がありますね、えー、っとそういうものを見るとですね、えー、っと環境の変化は結構劇的に動くんだけれども、うん、仕組みとかですね組織とか特に過去大成功してきてる、えー、っと大企業なんかなかなかこう動けない。 う新しい方向にですね、火事を切ることができないっていうのが現実だと思います。で、今回、2020年、あのー、まあ、今、3月に入りましたけども、えっと、新型コロナウイルスのまん延、感染の状況で,ですね、えー、っと、まあ、在宅勤務、テレワークっていうのが結構、あのー、キーワードとしてよくニュースで聞くようになりました。 でもしかしたらあの、これがきっかけにですね、在宅勤務、テレワークというものが本格的にいろんな企業でこれまでも導入されてきているとかあると思うんですけれどもあのほとんどの企業はそういうことを考えなきゃいけない状況になってきたなということでこれももしかしたら一気に加速するかもしれないですねあのたまたまというか2020年は 5G 日本にとっては元年になるわけで。 えと高速で、えー、と大容量で,で、まあ、そういったあのこれまでのネットの,この、えー、ストレスっていうのがあのないほぼないような状態もう一気に数十倍、えー、100倍を超えるようなあのそういう性能が上がってくると言われてますからどのくらいっていうのは実際分かんないですけどね実際そういうことが言われている状況で、えー、そうなるとまさに えー、テレワーク、まあ、セキュリティがしっかりと、あのー、か確保できればですね、えー、と在宅で勤務するというのもどんどんこう広がってくるそういう概念になるかもしれないなというふうに思います。ということで、えー、と物事の,そ,のそうですねインターネットを中心としたこういう IT 革命の中でいろんなものがこう価値基準が、あのー、変わっていき えー、大きくその、えー、パラダイムシフトが起きている中で,です、ね、何を捉えなきゃいけないかというやっぱり抽象度の高い視点でこのコーチングの理論でいうと抽象度の高い視点で状況を見極めてこれから起きることをなんとなく予測しつつ自分自身のポジションをしっかりと取っていく。 で、えー、これからやっていきたい自分がゴールを設定している方向性に向かってですね、その環境の激変、その激変している環境の中でゴールを達成していくためには何が、えー、求められているのか何が必要なのかそれを自分自身できちんとアンテナ高く確認していくチェックしていくことが必要になってくると思います。と、えー、というここで、この辺は、あのー 特にこのコーチングというよりは、えー、としっかりと情報収集して、えー、圧倒的な情報量のもとに抽象を高めていきながら操作された情報ではなく本質的なその時代の流れ、えー、動き方っていうのを抑えていくということが必要になってくるかなと思います情報が多いとですね、やっぱり振り回されることも多いかなと思うんですねで 今あの本当にネットで検索するといろんな情報が、ね、知りたいことがほとんどこう出てきますのでじゃあそれを鵜呑みにしていいかどうかというのは自分自身の判断だと思いますで。我々このコーチング理論は最新の認知科学をベースとして友達博士が、まあ、脳の研究を1980年代からずっと継続してきている中でその成果が盛り込まれているし、まあ、ルータイス元素コーチのルータイスが 40年以上もですね、えー、成果を上げてきたあの方法論でありそういったものが融合されて最新の理論を我々を学ぶことができるということはまず一つまあこれは繰り返しになりますけどねその上でうんゴール設定の話ですねこれ今以前もそういう話をしたと思うんですけどもやっぱり最近も、えー、結構有名な本がですね大きなあのー 夢は持つなとかね。<laughs> なんかそういう,う極端なその、えー、とメッセージを出す本も、うんまあ、我々からしたらです、ね、真逆なことを言っているあの書籍も当然、えー、と中にあるわけですよね。えー、なるべくあの大きい夢を持たない方がいいよと。で世界なんかそんなにねいあの変えられないんだよみたいな <laughs> ことをですね えっとこう解くような、まあ、そういう本も、えー、当然ながらいろんな種類の本がありますからねでそれがちょっと売れたりするとですねそれが当たってるんだとかねいうふうに、えー、っと思ってしまいがちなこの世の中で最近はまたそういう,う大きな夢は持たない方がいい大きな、えー、とゴールは えー、持たない方がいいというようなことが書かれてる本がちょっと売れたりとかもどうもしてるらしくてですね、えー、っとこれはあの我々は別にその本をの調査を、えー、否定するとかですね考え方を否定するってことはもちろんいろんな考え方があってもいいと思ってるので否定はしないですが、えー、我々の考え方とは真逆だなっていうことですね。 情報を集めていけばいくほどいろんな情報があ例えばあの、これ A という事象に対してこれがいい、もしくは悪いと両方とも出てくるわけですよねじゃあ、どちらを選ぶんですかっていうのはやはり抽象度とか高く自分自身の,その、えー、価値基準で選んでいくもしくはその抽象度高い視点で見ていくとこれがこっちを選ぶべきだよねっていうのは自然と見えてくるっていうことですね。 でまあ、大体あのその科学的に説明できている最新の認知科学であの理論をこう構成しているこのコーチング理論で、えー、とちょっとこう諸政治的に、えー、企業経営者がうまくいったビジネスの中でやってきたことをこれがいいんだっていうふうに、えー、例えば本にまとめてあったとしても我々はそれは一応参考にするものの 汎用性はないし抽象度が低い一つの何て言うんでしょう処世術の集合体としか見れないですね自分自身はそれをある時にある時とか、まあ、このコーチング理論を学んだ時に気づきました何でそこに違和感があ,あるのだろうかとそれはその,あの成功者が成功者と言われている人がやったことであって それを他の人がやれば同じように成功できるなんていうのは全く説明がないんですよね説明ができないというかそれはあのロジックもなければ、えー、過去にそういうことが起きたという自分自身の成功談をモデルにしているだけであってまさに処世術の集大成になっているだけだからそこには一応、まあ、あの読み物としては参考になる部分はもしか,もし,かしたらあるかもしれないけれども まあ自分としてはですねこのコーチング理論を学んだ上でそういうものを見るとああまた個人の感想が書かれているなとでそれを多くの人がこれが素晴らしい本だってねだからこれでいいんだっていうふうに振り回されているうような状況を見るとですねうんやっぱり抽象の高さっていうのはしっかりと持ち合わせないと、えー、特にですね分厚い本で、えー、なんかアメリカで大ベストセラーになりましたとかね でそれをしっかりと翻訳されてこれを読まないと遅れちゃうぞみたいな感じで、えー、とブームが起きた時に実際起きることがそうですよね。えー、とあんまり参考になるかどうか分かんないですけど、えーとまあ、具体的な本の名前はあえてここでは言いませんけれどもやはり情報過多な状態でうんだすごそうな人が権威の人が言うとですね みんなそれを鵜呑みにしてしまうという世の中になっている可能性もあるかなというふうに思います。自分自身は常にその抽象の高い視点で、えー、その例えば情報があれば一時情報までたどってみるでそれが本当に事実なのかでそれを根拠としているそのロジックは抽象の,の高い汎用的なその説明の仕方になっているのかどうかというところまでしっかりと押さえた上で えー、それを自分の中に取り込むかどうかを考えていくということをやってるわけですけれども、えー、ぜひ皆さんもですねあの多くの情報に振り回されることなく、えー、と私本が出たらこっちだってねでも私また別な本が出たらまた逆の方向だって言ってこうあの情報に振り回されるような状態からは、えー まあきちんと自分は抽象度を高めていってですねそういうことに陥らないようにしてみることをおすすめします特に今回は答えがあるわけではないんですけれども、えー、と我々の,あのコーチング理論でいうとゴールはとにかく現状の外側に高ければ高いほどエネルギー出てくるとそうでないと脳があの活性化しませんのでそういう状態を作るということはもうあのー そうです、ねえー、まあ譲れないというか <laughs> プリンシプルですから、えー、とそれを、まあ、柱としてやってますとでいろんな逆の方向で、えー、いう論調の本もたくさん出てるのは知ってます。でもあの特にそこあの偽物とか、ね、否定する。 頭しに否定するつももりりはああまんいろんな考え方があってもただし抽象の高さで見ると我々が、えー、この軸をですね現状外側のゴール設定というところをですねえー、っとこれを、うん、まあ現状の中でもいいんじゃないんですかとはちょっと言えないですよということは理解していただければと思いますということでまたあの次回もこういった話をしてみたいと思います。今日は以上ですワクワク様です様した